備です。これが2球目、低めの球、手を出しました。あっという間に2ストライクです。低め見送っています。柴田、一塁へ送ります。アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打の相澤。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。アウトコース、ストレートが決まっています。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ2球目は何か。高めに持ってきました。ノーボール2ストライクです。これが3球目、ボールになります。打ちました。セカンドうまくさばいて2アウトになりました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧に。バッターボックスには代打の松山。ツーアウトランナーありません。松山、背番号55。これが1球目、最初はストレートから来ました。次が2球目、2球目打ちました。この当たりはどうか。滑り込んだ。ナイスプレーです。見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、よく追いつきましたね。ナイスプレーですよね。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはベイスターズです。6回の裏、カープに選手の交代がありました。ただいまの回に代打いたしました相澤に代わりまして、堂林、配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。そのまま入りライト、1番サード堂林。6回の裏、ベイスターズは代打を送ります。宮崎が打席に入ります。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸び、レフトが取りました。バッターボックスには代打の藤田。野村、まずは先頭バッターを打ち取っています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。
ファウルになります。ボールになります。次が4球目。高め打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは3番佐野。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど。さあどう来るか。インコース決めました。低めの変化球は決まりません。力のあるストレートですよね。はい、低めにストレートが決まっています。スリーボールツーストライクです。打ちました。これはどうか、セカンドの左抜ける。佐野、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー一塁。ここはうまく打ち返していきました。バッターボックスには4番マッキ。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。打順は5番ソト。連打でチャンスを広げた場面となっています。さあベイスターズ、追加点のチャンスを迎えています。インサイド打った、ボテボテの当たり、セカンド取った、一塁アウト。これでスリーアウト。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6回終了1対0、1点リードはベイスターズです。これから7回ベイスターズに選手の交代。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね、素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。ボールになります。ボール先行です。3球目打ちました。一塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあベイスターズ、同点のランナーを背負った場面です。まあベイスターズとしては嫌な打順ですから、ここが勝負どころでしょうね。さあ初球打っていった、
打球はいいところに飛んだか、レフトフライ、抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそして打席には坂倉が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここでリードを守ることが重要ですから、集中して抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。見送ってまずはストライクです。外の低め見極めます。ここは見送ります。これは足元への変化球。さあバッター追い込まれています。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナー二塁は変わりません。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。2球目は何で来るか。左中間へ、ここは打ち上げています。掴んで3アウト。追いつくことはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0ベイスターズが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。 DeNA ベイスターズラッキーセブンの攻撃になります。打順は6番強打。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ベイスターズ1点リードで迎える7回の攻撃です。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ライトが取りました。ワンアウトです。打席には7番バッター柴田。まあここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。緩いボール決まりました。打ちました。取りました。アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番山本。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや痛かったですね。はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。この回のベイスターズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。これが2球目。ストライクになります。さあ3球目は何か。打ちました。同じようにピッチャーゴロ。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。7回終わって1対0ベイスターズが1点をリードしています。これから8回カープの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーがマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは小園。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。
ベイスターズ1点リードで迎える8回です。さあこの点差を維持できるんでしょうか。まあプレッシャーもあると思いますけど、打者1人引っ張った、セカンドが前に来る、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターボックス末永、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。空振り、さあ2球目は何か、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取って2アウトです。バッターボックスには代打の田村、2アウトになっています。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁。ここは初球を狙われた形になりました。もう少し慎重に行きたかったですね。